使用例。マイクロソフトオフィスなど対応ソフトウェアを動かすことができる。サムスンデックスとは、サムスン電子が発売する、同社製のサムスンギャラクシー S8 シリーズ及び、サムスンギャラクシーノート8、サムスンギャラクシータブ S4 以降向けの機能及び、周辺機器群である。対応機種を周辺機器に差し込むことで、デスクトップ PC のような使い方ができるのが特徴で、 マイクロソフトオフィスやブラウザなどの対応ソフトウェアを外部モニターにフルスクリーンで映したり、Windows のようなマルチウィンドウ機能を使ったりすることも可能である。後に USB、HDMI ケーブルのみで直接出力できるようになった。タブレットの場合は別売りのキーボードを装着することでノート PC のように使うことができ、外部モニターに別画面を出力することが可能。また、 Dex としての機能だけでなく、充電器としても使用可能である。USB ケーブルで PC と接続し、Microsoft Windows、MacOS 上のアプリとして動作させることのできる Dex4PC や対応 t v にワイヤレスで接続する機能も提供されている。Dex ス,ステーションの天面外を開けた状態。USB Type-C 端子が見られ、 使用する際はこの端子に対応端末を差し込むことになる。2017年3月30日に開催されたギャラクシーアンパクト2017にて発表され、日本では同年11月1日に発売された。本体は丸い外観をしており、天面の蓋を開けると USB Type-C 端子が見られる。本体背面に電源用の USB Type-C 端子。 映像出力用の HDMI 端子、LAN 接続用の Ethernet ポートを、それぞれ1機、周辺機器を接続する USB2.0 端子を2機、搭載している。デフォルト解像度は1 9 2 0 0 8 0セルで、設定により2 5 6 0 4 4 0セルや1 6 9 0 0セルに切り替えることもできる。蓋には、 クーファンが内蔵されており、本体の熱に応じてファンが稼働する仕組みになっている。2018年4月9日に発表。主な機能は d e x ステーションと同じだが、接続した端末のタッチスクリーンをトラックパッドやキーボードのように使えるのが特徴になっている。対応端末は Galaxy S8、Note 8に加え Galaxy S9、S9 にも対応する。 イーサネットポートは廃止された。ありがとうございます。